インカムで会話しながらナビゲーションの音を聞き続けたり、ペアリング開始します。自分のインカムはセナで、妻の方のインカムが、モーマンの H2E 使ってます。どうもこんにちは、ベアライダーです。今日は2024年夏に新発売となったバイク用インカム、モーマンの H2E をレビューさせていただきたいと思います。はい、それではですね、今からモーマンさんの H2E の紹介ページを使ってですね、簡単にこの製品の特徴をいくつかご紹介しようと思います。まず一つ目の特徴ですね、まあ、これが今回の H2E の一番の特徴っていうことになると思いますけれども、Bluetooth のチップがダブルになっているということです。これいわゆる安価なインカムとかですと、この Bluetooth のチップがシングル一つしかないので、インカムで誰かと会話をするとナビゲーションの音が聞こえない、あるいは音楽が聞こえないとかっていう問題があったわけなんですけれども、今回の H2E に関してはダブルチップということで、インカムで会話しながらかつ音楽を聞き続けたり、ナビゲーションの音を聞き続けたり、あるいは FM のラジオを聞き続けたりという形で、2つの音声を聞きながら行えるということになります。であとは、ここにも書いてあるみたいに、今回の H2E は他社さんの、インカムともこのペアリングできるようになってます。はい、それでは、実際にパッケージの方を開けていきたいと思います。はい、まずパッケージの方で確認できる内容としては、日本で電波を使用するときに必要な汽笛マークが含まれているというのが確認できるかと思います。はい、で実際にパッケージの内容はということで、こちらの方が H2E のパッケージに含まれている内容物になります。まずはこちらの方、日本語のマニュアルついてきます。で、このインカム本体ですね。で、すごいコンパクトだと思います。うん、デザインもかっこいいし。あとは、ヘルメットに取り付ける時のバッククリップ。もう一つ、ヘルメットに両面テープで貼り付ける時の、ベースも付いてきます。で、あとは、マイクが2種類付いてきます。これ嬉しいですね。ちょっと格安のインカムとかだと、こっちのアームタイプの、マイクしか付いてこない場合があるんですけれども、この、貼り付け型というか、これフルフェイスの口元のあたりに、裏にペタッと貼り付けるタイプの、こちらの、マイク、こちらの方も付いてきます。今回のパッケージは、これのデュアルパックということなので、もう一つのインカムと、もう一つの付属品が付いているという形です。これが H2E の内容物ということになります。はい、それで実際に H2E の、大きさの話なんですけれども、今左側の方に私の妻が普段使ってるセナの 50S っていう、まあセナのハイエンドキーですね、そちらのインカムで、右側の方に今回ご紹介しているモーマンの H2E 並べてみました。どうでしょう、これパッと見わかりますかね。H2E の方が一回り、まあ、下手したら二回りぐらいやっぱりちっちゃいんですよね。はい、こんな感じですかね。こっちの H2E の方が少し薄い筐体になってるっていう感じがします。はい、それでですね、実際にインカムを使ってみたいと思うんですけど、インカムって実際にヘルメットの中に取り付けてしまうと、操作してても、あるいは音声が聞こえてても、その内容っていうかその状況ってすごく伝えづらい製品だと思うんですね。もちろん、後でヘルメットに付けた後に、走行中の音声とかのレビューもお送りしたいと思うんですけれども、基本的な機能の動作確認に関しては、このヘルメットに取り付ける前にちょっとご説明したいかなと思います。で、実際にまずですね、この電源ボタンを押します。電源が入りました。スーツモード。インターコムペアリングは、これものすごい簡単で、両方の、インカムの、こちらのインターコムスイッチって言ってるやつを短くパッて、押していただくと、それで繋がるっていうことになります。スイ
ターコムが接続しました。ちょっと、私離れた場所に行って、こちらのインカムだけこの画面上に残してですね、こちらの左側の方の、インカムはちょっと私持ち出しまして、部屋の外に行って音質みたいなものをちょっと確認してみたいと思います。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中です。あ、はい。音質いかがだったでしょうか。ちょっと自分は部屋の外に出てたんで逆に聞こえてないんですけど、音質どうだったでしょうかね。はい。それでですね、ちょっと今から今回の H2E の目玉機能のデュアルチップっていう機能の、デモンストレーションやってみたいと思います。で、具体的に何をやるかというと、今この2台のインカムありますね。で、今こちらのインカムには、こちらのスマートフォン接続した状態になってます。で、普段このスマートフォンから、何か音楽を聴いたり、あるいはナビゲーションの音声とかをずっと聴いてる状態っていうのが、こっちのインカムの状態だとするじゃないですか。で、その状態で、こっちの、もう一台のインカムと、インターコムペアリングします。で、そうすると、Bluetooth のチップがシングルのもの、一つしか入ってないものは、一旦こちらとのインターコムの会話が始まってしまうと、こちらのスマートフォンとの音声の接続は一旦途切れちゃいます。もっとわかりやすいような、場面で言うと、例えば、Google マップとかのナビの音声をずっとインカムで聞いてたとするじゃないですか。で、その時に、もう一人の人と、インカムで会話始めちゃうと、ナビゲーションの音声聞こえなくなっちゃうっていうことなんですよね。で、これちょっと困りますよね。で、ただ、Bluetooth がシングルチップの廉価版のインカムだと、やっぱり音声途切れちゃうんですよ。なんですけど、今回の H2E に関しては、Bluetooth のチップがデュアルで入ってます。なので、お互いに独立しているので、スマートフォンの音声をずっと、切らないで継続しながら、インカムでの会話っていうのも引き続きやることができるってことになります。これ結構便利ですよね。便利っていうか、セナとかビーコムの、いわゆる上位機種ですね。高価な方のインカムとかは、このデュアルチップっていうものが搭載されている機種が多いんですけれども、今回のモーマンさんみたいな形の、まあ、いわゆる格安インカムって言われているもので、このデュアルチップを搭載しているものってなかなかないんですよね。で、このデュアルチップのデモンストレーションを今からやってみようと思います。一回ですね、この、インカム、右側のインカムから、この、はい、動画の音声出してます。で、これですね、今はスマートフォンからこの動画の音が出てるわけじゃなくて、このインカムのスピーカーから出てます。で、これが Google マップのナビゲーションの音声を聞いてる状態だっていうふうに考えてください。まあ、本当はナビゲーションでやってもいいんですけど、ナビゲーションの音ってずーっと継続的に音出ないので、ちょっと今は動画で代替してますけども、中身的にはナビゲーションの音声を聞いてる状態とか、音楽を聞いてる状態というふうに考えてもらえばいいかなと思います。で、この状態で、2台のインカムのペアリング開始します。インターコムがペアリング中です。はい。この状態で一旦私部屋の外に出ますね。マイクのテスト中です。今バックグラウンドで、YouTube の動画の音声を出力しながら、インカムでも同時に会話しているっていう状態のデモンストレーションをしています。いかがでしょうか。はい。いかがだったでしょうか。今バックグラウンドで、まあ、音楽を聞いてたり、あるいはナビゲーションの音声を聞いてるってやつのシミュレーションとして、今回は YouTube の動画の音声を出し続けるっていう形で、シミュレーションしましたけど、バックグラウンドでスマホの音を聞きながらインカムでも同時に途切れることなく会話をし続けるってやつのデモンストレーション見ていただいて、その機能を確認していただけたんじゃないでしょうか。やっぱりあれですよね、インカムで話しながらもう一つのチップで独立してスマホの音声も途切れることなく継続することができるっていうのはやっぱり便利だと思いますね。今日、自分のインカムはセナで、今
妻の方のインカムが、モーマンの H2E 使ってます。私の方で、セナの方から、ユニバーサルペアリングというモードに入ってみます。ペアリングされました。音量マックス。もしもし？もしもし？もしもし？ああ、聞こえる。響かない。ちょっと離れてみよう。もしもし？もしもし？ああ、聞こえる。大丈夫？うん。まあでもちゃんと音量の設定1回だけやれば、特に会話する分には全然問題ない音質だよね。うん、でもすぐ変えられるから、ここで、うん、最初なんかボタンがどこかちょっと慣れなくて、うん、最初はあれだけど、慣れたらダイヤルの場所が分かればね、すぐダイヤルで簡単に操作できるね。今多分どうだろう、 150m ぐらい離れてるけど電波は切れないね、うん、そうね。なんか声がおかしく聞こえるね。でもなんでずっと調子良かったのに、なんでいきなり聞こえなくなったんだろうな。はい、ちょっと一時期セナとの接続が切れたりしましたけど、ちょっと原因はよく分かりませんでしたが、また、復帰はしまして、今また普通に会話はできてますね。なんかあれだね、さっきなんか妨害電波みたいなやつだったのかな、うん、なんか音が急におかしくなったやつね。ね、なんかガタガタって聞こえなかった。今はすごい普通に聞こえてるけど、なんかトランシーバーで普通に喋ってるみたいに。総括としては、接続自身は特に問題なく接続はできました。ただまあ一応今日起きたっていうことだけで言ったら、なんか走ってる途中に急になんか音質が悪くなって、なんか声が、何か喋ってるのは聞こえてるけど、何言ってるのかよく分かんないぐらいのレベルまでちょっと音質が一回悪くなって、でその再度接続し直したら普通に喋れるようになったっていう、ちょっとなんか変な事象は一回起きましたけど、まあそれ以降は特に問題なく、使えてるんじゃないかなと思います。はい、以上セナのインカムと、モーマンの H2E をユニバーサルインターコムで、接続した時の会話の様子でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はモーマンさんの、2024年夏の、新商品、バイク用のインカム H2E のご紹介でした。で最後にちょっと現金な話するんですけど、自分は今までですね、インカムはセナの愛用者でして、セナのインカムを3台買ってるんですね、今まで。今回レビューさせていただいて、使わせていただいた限りで見ると、セナのインカムと、このモーマンさんのインカム、細かい機能では差があるのかもしれないですけど、自分が必要としてる機能に関しては何にも不足ないんですよね。安けりゃいいっていうわけでもないんですけど、必要な機能に関してほとんど差がないって考えた時にですよ。ちょっと現金な話しますけど、これ今左側の方、これ私の妻が購入したセナの 50S っていう、まあ最上級の、インカムです、セナの。で、これ一つで 43,340 円。で、二つ買うとダブルっていうパック買うと 84,480 円なんです。で、実は本当に2週間ぐらい前に買ったばっかりの、セナの SRL3 っていうインカム。で、これ、一つで 5,820 円なんです。めっちゃ高いんですよ。で、それに対して、今回のモーマンさんの H2E は、1台だと 9,999 円。で、2台パックでも 19,999 円。なんか2台の方が1円高くなってるな。うん。まあ、ちょっと細かいことは置いといて。まあ、ここにさらに割引が効くっていう場合もあります。で、まあ、ここまでですね、私にとってはほとんど必要な機能に差がなくって、で、バックグラウンドでナビゲーションの音声聞きながらインカムでもずっと継続して会話ができる。で、バッテリーの持続時間も連続通話25時間、1日以上持ちます。もう何にも不足ないんですよ。で、そういうのを考えたときに、ちょっとこの9999円と
5万だの4万3000円だのっていう価格差がちょっとありすぎてですね、この違いはなんだってやっぱり叫びたくなっちゃうんですよね。これでいいじゃないですか。はい。で、ちょっと私の動画見ていただいてですね、ちょっと気になるなっていう方は、私の動画の概要欄の方にお得な購入ができるリンクを貼ってありますので、ぜひそちらの方のリンクの方から、購入をご検討いただければと思います。はい、ということで、今回は、モーマンさんの方の、2024年夏の新商品、バイク用インカム H2E のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。また機会があれば別の動画も見てやってください。さよなら。Thank you.